はい、ヤマダンです。昨日のバトル動画はちょっとお見苦しいところをお見せして申し訳ございませんでした。まあ同じカスタムしてる機体ぶつけたらそりゃ泥仕合になるわということで気分を変えて相手を入れ替えて再度バトルしていこうと思います。で、今日第1試合ウィングラプター X 対ストームライダー、両方ともヒデが使ってたギアですね。まあヒデつながりで、ストームライダー選びました。で、一応マシンスペックは VT シャーシで、バッテリーボックスリアマウントですね。で、最近気づいたんですけど、ここのフロントウェポン劣化してトゲが折れてなくなってるのに気づきました。このブレードの方が先に折れると思ってたんですけど、こっちの方が先にやられてましたね。で、スピンがここに当たった時にちょっと怖いなっていうのはあるんですけど、まあヒデが最初使ってたストームライダーなんで、ウィングラプターに対戦ぴったりかなってことで今回バトルしていこうと思います。ウィングラプターの方は、昨日から変えてないですね。で、バッテリーボックスはリアマウントになっております。はい、それではバトル行ってみましょう。
はい、いかがだったでしょうか。まあ VT シャシの機体なんで、まあ格下なんですけど、まあ狙った動きはかなりできてたかなと思います。まあダッシュとかで決めるんじゃなくて、壁への押し当てでひっくり返したりとかっていうのが得意みたいですね。で、悲しいお知らせが、残り1本あったトゲが取れました。なんでここが取れるんだろうね。こっちは無事なんですけどね。まあこれはさすがに私修繕しても無駄だと思うんでしないんですけど、まあストームライダー君はこのままで行こうと思います。でですね、思ったより試合が早かったんで、まあちょっと別の組み合わせも考えてみようかなとは思うんですけど、また泥試合になるかもしんないです。そんな感じで今回は、ウィングラフター X の圧勝ということで、さすが攻撃、バイバイ。